はい、じゃあ USB オーディオ入れていってみましょう。引っこ抜いてですね、あの蓋の方をね蓋の方を刺して、このだからこの三角形だから USB そのハブとかにこう刺すときに邪魔かもしれないね。仕方がない。仕方がない。三角形だから仕方がないんだけど、もしかすると邪魔かもしれない。まあ、刺してみましょう。来たかな？デバイスソフトウェア正しくインストールされましたね。そのうち出てくるのかな？あ、来ましたね。リフレクション。はい、出てます、出てます。はい、はい。OK、OK。出ましたね、出ました。はい、はい。これですね。これです。これがそうですね。はいはい。来てます。来てます。来てます。ミスターマリックみたいになってくるんですけど、来てますね、これ。はい。じゃあ、これを開けてみましょうか。7ギガの USB メモリーやったようですね。うん。7ギガ USB メモリーやったやつですね。これ結構使ってますね、容量。はい。じゃあ、開けてみましょう。うん、これ別に読み取り専用とかになってるわけでもなさそうですね。うん、まあ使用容量、空き容量ほぼ半分ということですね。はい、これがジャケットですね。はい、ジャケットこんな感じ。これがネイキッドのジャケット。うん、これをジャケットに使ってくださいねって。 MP3 プレイヤーとかに入れるときはジャケットにしてくださいっていうことですね。で、これが MP3 の方のファイル、全23曲が入ってます。まあサイズで言うとこれぐらいですかね。うん、8メガ、まあ10メガ前後、1曲あたりねってことですね。うん、まあ、10メガ前後ですね、1曲。この曲だけ長いですね。結構容量がでかいです。そんな程度の話しかできないですけど。あとはそうですね。こっちの方が多分フラッグ音源ですね。3.55GB って言ってますから、これやっぱ、これがフラッグ音源。いや、フラッグ音源じゃない。ハイレゾ音源ですね。ごめんなさい。ハイレゾ音源でした。ハイレゾ音源で、ファイル名が、WAV ファイルって言ったらいいんですかね。WAV ファイル。うん。ですね。だいたい1曲が150メガ前後ですかね。まあ、曲によっては200超えるやつもありますね。うん、そんな感じですか。全23曲が入ってます。そんな感じですね。うん。じゃ、これをちょっと取り込んでみましょうか。一応これ USB 3.0 の USB ハブにつないでるんですけれども、速度で言うと23メガぐらいですか。うん、まあ3分前後で転送できるってことですかね。うん、はいはいはい。どっから見ても鏡っぽいのはないんだけど、鏡っぽい構造になってるんですよね。なんだろう、これどうやってんの、超気になります。あたし気になりますっていうやつですよ。あたし気になりますっていうやつですよ、ほんとに。ほんと、2分ちょっとぐらいじゃないですか。まあ最終的にちょっとあの編集の方で何分かかったか、今録画してる時間を見ればね、わかりますから。何分かかったか入れときますけれど、本当に2分ちょいもかかってないぐらいですかね。2分もかかってないぐらいじゃないですか。メディア GO を開きましょう。メディア GO でいつもね、機器を管理してるんで、音楽を管理してるんで、じゃあここにメディア GO に多分ミスチルのネイキッドが入るはず。不明なアルバムになってますね。これでだから情報を書き換えていけばいいんですね。プロパティ。
戻る。あ、来ましたね。ハイレゾ。オッケーオッケー。で、これを転送。あー、じゃない。違う違う。これをウォークマンにつなげないといけないんだ。そっかそっかそっか。ちょっと待ってくださいね。これに転送。転送ですね。これで23曲送ってくれますね。お、あ、終わるぞ終わるぞこっち。ややこしいタイミングで CD 取り込んじゃったな。終わりましたね。ハイレゾ音源の方の転送は終わりました。今はい、ということで、リフレクション、こちらのね、USB の方に入ってました、アルバム、こちらをね、取り込み完了しました、こちらの方に入ってます。このウォークマンね、前回紹介したウォークマンに入ってます。こちらをね、聞いていこうと思うんですけれども、その前に、ちょっと前回のレビュー、前々回のレビューとかで、説明できなかったところをね、ついでに話しておきましょう。まずね、このウォークマン、このウォークマンの、これ、あ、ここね、うん、このウォークマンの AC アダプターが付いてないねっていう話したんですけれども、買いました、ついでに。アンカーのやつ。アンカーの5ポート、5ポートの、USB、なんて言うんでしょう、急速充電アダプターって言ったらいいんですかね。うん、それを買いました。まあ、これを使って、スマートフォンも充電できるし、iPad とか持ってないですけど、Nexus 7僕持ってるんで、Nexus 7とかのね、7インチタブレット、そういったものも充電できるし、で、ウォークマン、このウォークマンもね、充電できる。で、あと、前回もね、紹介しましたけど、この、Bluetooth ヘッドセット、ハイレゾ対応の Bluetooth ヘッドセットも、充電式なんですよね。うん、ここかな、ここで。USB、マイクロ USB-B やったかな、うん。スマホとかの充電と同じ端子でできるんで、これも充電するときに、このアンカーを使ってね、アンカーの急速充電器を使って充電できますね。うん、まあ、そういったものとかを統合できるためにね、統合するために。今まで使ってたのは、スマホ用の充電器とか、Nexus 7用の充電器とか、そういう感じの使い方をしてきたんで、それじゃなくて、もう一つのこの AC 電源から5つの機器に一気に充電できるという状況を作ろうということで、これを買ってきました。まあ、あと充電環境と連動してるんですけど、この、ウォークマンにスマートフォン用充電器が使えるってやつね。スマートフォン用充電器に、マイクロ USB プラグ、これを使ってここに差し込むと、ウォークマンポート、ウォークマンのここの部分のポートね、ちょっとこれ今前回の動画では出してなかったんですけど、これイヤホンの中に、うん、付属のイヤホンにね、これくっついてますね。この、こう映りますかね。この端子ね。この端子を覆い隠すためのやつ。なんかここにホコリが入ってよく、機械がダメになるっていうことがあるらしいんで、これがついてきてるんでね、標準で。もうこれを使ってここを防ぐという使い方用のやつらしいですね。で、ここの端子につなぐための。普通のスマートフォン充電器がそのままウォークマンの、端子に変えられますよっていうやつ。これソニーの純正のやつですね。なんかその WM ポートっていうらしいですね。そのウォークマン専用のポート、名前。WM ポート変換アダプターっていうやつですかね。うん、だからこれを使ってさっきのアンカーの、5ポートの充電器。あれでスマホを充電したり、ウォークマンをすぐ充電できるっていう環境をね、作りました。で、まあ、ウォークマン聞いてみてですね、まあ、結構いい感じでですね、標準でね、ハイレゾ音源4曲入ってたんですね。
それはあの知らずにあの前回収録止めちゃって、ああ配列音源が4曲入ってんじゃんって思いまして、でその配列音源4曲聞きましたけども、ちょっと僕にはよく分かんなかったなんかこの機械はその配列じゃない曲も配列相当のものに変えるみたいなのを書いたので、多分そういうことなんでしょうね。あんまりその配列だろうが配列じゃなかろうが音質を良くするっていう、そういうウォークマンなんですよね、多分。だからそんなに違いがないのかなとか思ってるんですけど、まあ僕の耳がバカなのか僕の耳がバカなのか、この機械は素晴らしいのか、ウォークマンが配列じゃない音源も配列を相当の音質に上げてくれるっていう、その凄さがあるのかっていうところですね。うん、はい。じゃあ、実際にリフレクション、配列音源のものと、普通のフラッグ、CD を、配列じゃないですけども、フラッグ音源で取り込んだものがありますから、ちょっと聞き比べてみようかなと思います。で、これ前々回紹介したこの、XBA-A3 これちょっと今持ってくるの忘れたんで MDR10RBT ってやつかな、うん、これを有線接続でハイレゾで聞いてみたいと思います。はい、ということで一応ねこの Bluetooth ヘッドセット、有線接続したらハイレゾで聞けるということでハイレゾを聞き比べてみましたけれども、一応ねこのファンタジーっていう曲、ネイキッドの方の1曲目ですね、ファンタジーっていう曲でねイントロ部分、そのイントロ部分で、ちょっと聴き比べてみました。このファンタジー、ネイキッドの1曲目ファンタジー、このハイレゾ音源と、リフレクションドロップの方に入っているファンタジー、これをね聴き比べたんですけれども、正直な違いがわからない。まあ一応これも、ちょっと待ってね、ファイル情報を見てみましょうか。一応フラッグ音源でビットレートも結構なハイビットレートですよ。1メガですよね。1メガ BPS ということですよね。つまり。うん。約1メガ BPS で、ビットレートで、サンプリング 44.1kHz。ということですから、うん、まあ非常に高い音質で、まあ、取り込んでるっていうのもあるのかもしれないですけど、このハイレゾ音源とそう変わらなく聞こえるんですよね。うん、ここまで環境を揃えた意味があるのかわからないですけど、あ、でもこれ 4.8Mbps ですよ、これやったら。うん、あ、やっぱそのやっぱハイレゾの方が高いですね、圧倒的に。でサンプリング周波数 96kHz。 あ、でもやっぱこっちの方が圧倒的にビットレートとか高いですね。うん、ただ僕の耳にはそれはわからないということですか。うん、一応このハイレゾになってるマークが出てますね。うん、この音源はハイレゾですよというマークです。まあまあまあ、アルバム自体はね、今後聞き込んでいくとして、ハイレゾも高音質で取り込んだ CD 音源も、まあ僕の耳では一緒にしか聞こえなかったというね。それだけ素晴らしい、アップグレード能力を持っているっていうことですね、このウォークマンがね。そういうことじゃないですか。それか僕の耳がバカか、どっちかですよ。ということでね、Mr.Children のニューアルバム、リフレクション、こちらのね、USB に入ってました、アルバム、それをね、PC に取り込んで、そしてこのウォークマンで取り込んで聞いてみたと。ハイレゾ音源で聞いてみた。という動画ですね。うん、閉まってんのかな、この動画、これで。俺、どう編集したら閉まるんだろうって、今、一生懸命考えてんだけど。まあ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 、ここまで環境を揃えれば、もう、大丈夫ですよと。うん、ハイレゾで聞けますからねっていう動画ですよ。うん、それを生かすも殺すも、あなた次第みたいなね、ところがあるんじゃないですか。でも、
非常にいい音源ですよ。うん、まだその1曲目のファンタジーっていう曲のね、オープニングしか聞いてないですけど、イントロしか聞いてないですけど、非常にこれ楽しみなアルバムですね。23曲入ってる。まあ、もちろんもう出てる曲とはね、シングルで発売した曲とかもあるんですけど、それもハイレゾ音源に変わってますから、そう考えるとやっぱそのこのアルバム、これね、このネイキッドっていうね、初回限定版のこれを買うのも、まあ一つの価値はあるんじゃないかなと思いますよ。うん、これまでのシングル曲、配信曲もハイレゾ音源になって再収録されてますから、この USB にね。うん、まあ、そう考えるとこれでいいんじゃないですかね。そういう感じでなんとかうまく丸めようとしているエンディングでございますけれども、開封動画リフレクション、ミスターチルドレンのニューアルバムを開封してみました。ってことで今回ここまでにしたいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。